峠の妖怪。また自動車が落ちてる。これで10台じゃ。ナムアミダブツ駐在さん、なんとかならんものかね。毎日のようにそう言って人が来るが、現場へ行ってみても何にもない。ただの事故としか考えられません。もっとも夜あの峠を通ると誰でも背筋がブルブルっとしてゾーッとするそうですが、それだけでは証拠になりませんでな。わしゃ何か妖怪でも出たんじゃないかと思うんですが。それなら鬼太郎にでも頼むんですな。警察の管轄外ですからな。仕方がない。あそこの森の中にある妖怪ポストに手紙でも入れてみるか。妖怪ポストに手紙を入れて1週間もすると、じゃねえか。お、ネズミ男、お前まさか今度の事件を邪魔しに来たんじゃないだろうな。何バカにすんなよ。食べ物あさりにこの山へ来たところ、ここのじいさんに留守番頼まれたんだよ。本当か。本当さ、山のあけびは食べ頃だぜ。どりゃ食べに行こうかな。おかしいな。あなたが鬼太郎さん。あ、おじいさんですか。さっきの男はお知り合いで。あの風天ですか。あれ留守中に来てつまみ食いして困るんですよ。まあどうぞ中に入ってください。はい。事件はで、古い家とか骨董品がなくなったとかいうことはありませんでしたか。そう言われれば、私のうちの蔵の隅に一枚のボロボロの古い絵があり、それを大掃除の時ゴミと一緒に焼いたのです。それでその時何か変わったことはありませんでしたか。そういえば煙の中からありがとうと言ったような気がいたします。それはどんな絵でしたか。確かこんな絵じゃった。いわゆる封じ絵だったのです。ブルブルという妖怪が封じ込められていたんです。ブルブル。そう、暗闇なんかで時々背筋なんかがブルブルっとすることがあるでしょ。あれは妖怪ブルブルの仕業なんです。ああ、ゾクゾクするというあれですか。いや、わしゃなんて大それたことをしてしもうたんじゃろう。大丈夫です。今夜僕は峠へ行ってみますから。峠に着くと早速妖怪メガネという目に見えない妖怪を見るメガネをかけ、枯葉を燃やしてみた。こっちだ、妖怪ブルブル。よし、今だ。一応動けなくしたものの、これからが大変だ。妖怪辞典でも調べてから退治にかかろう。この森には少しも食べ物がない。腹が減ってもやりきれねえや。あ、これなんだ。鬼太郎の髪の毛じゃねえか。目には見えねえが、鬼太郎のやつこっそり干物でも作ってんだろ。やっぱりそうだ。クラゲの干物みたいで味がする。こりゃなかなか食い出があるな。いや、久しぶりに腹いっぱいになったぞ。おい、じいさん、止めてくれよ。寒気がすんだよ。おや、またあの風天が来た。寒い。ネズミ男、お前毒キノコでも食ったんじゃないのか。冗談じゃないよ。俺は上品な干物を口にしただけさ。干物？お前まさか。
なんだよ、脅かすなよ、鬼太郎。今、妖怪辞典を見ていたところだが、妖怪ブルブルが体の中に入ると、だんだん体温が下がり、しまいには凍死すると書いてあるんだ。やっぱりお前、妖怪ブルブルは食べたんだな。おじさん、すまないが風呂を沸かしてください。はい。いじいさん、入らせてもらうぜ。わあ、なんて汚ね男だろ。あ、湯が水になってる。おじいさん、どんどん炊いてください。おっと、窓を閉めなきゃ。だいぶあったかくなったぞ。やっぱり風呂の暑さに耐えかねてネズミ男の口から出てきたな。おじさん、どんどん火を焚いてください。ネズミ男、そこの棚にある風船を口に当ててくれ。これか。早く糸を。おじさん、早く窓を開けて。開けましたよ。あの風船は何です？ブルブルです。ネズミ男を風呂に入れれば、妖怪ブルブルは熱くてネズミ男の体内から出ると思ったんです。出たら恨みのある僕の体内に入ってくるだろうと口を開けて待っていたのです。ブルブルは熱さが苦手ですから、僕が風呂に入ると慌てて出ようとしたのです。そこを待ち構えていて風船で捕まえたのです。さすがは鬼太郎さんじゃ。これで安心して峠を通れるじゃろう。ありがとうございました。じゃ、じいさん、また来っからよ。はいはい。それからこの村には自動車事故がなくなったという。